品質、しかも安い。武士蔵引き技、角度をつけてやる引き技、あとは後打ちとか、動きの横に引いていく引き技、ね、こうなった時に気をつけるようにね、元立ちがやっぱりよく注意をしてやることね。ルール上にないタイミングでの引き技ダメだよ。この暫定コロナ対策の暫定的なルールにのっとった展開で打たなきゃダメよ、ね、つばぜり合いがっつり長くやってからの引き技なんで今出せないんだからな、うん、これも自由度が高い稽古だけど、ね、そのルールの中で起こり得る場面、ね、特に相手と接触をした後の引き技なんであればすぐじゃないとダメ、すぐじゃないとダメ、すぐじゃないともう出せないから、ね、それを考えて そういうルールのもとののっとってない形での技練にならないか、なるべく試合の起こり得る場面、現実的に現実的にリアルにやっていかないと本番につながっていかないか、まあ、時間がもったいないよ、そういう練習しちゃったら。はい、あ、10分、はい、はい、今日の天気です。返し面待って待って待ってで結局小手返し面返す前に小手打たれちゃってるあるじゃん。返す動作の前に小手打たれるってよくあるだろ、ね、それは待ってるから来させるという感覚を持たないと小手返し面待ってて相手が注文通り小手来てくれたとしてもその小手が当たっちゃう、当たっちゃう、返す前に当たっちゃう、それは待ってるからね。来させるっていう感覚になれば
相手を来させて、来させて、来た、来させて、それで自分の攻めが効いてるから待ってました、ね、はい、打ち終わり疲れたでしょう、トーン、自分の技がいく、ね、待つと自分の防御も大きくなっちゃうから、大きくなっちゃう時があるから、ね、その感覚は見た目には分かんないかもしれないけど絶対大事なところだよ。待つんじゃなくて来させるというか、自分が相手を来させるという、その結果待ってました、ね、はい、休んでるところをいただきっていう風な展開にしなきゃいけないね。これはつばぜ入らない引き技な、後打ちの部類の心がけ、待たない、来させるということ。今、はい、